はい。フリーライターのいつか笑って過ごせる暇です。俳優の伊藤健太郎さんが逮捕されて、池袋暴走事故の上級国民が逮捕されない理由、ひき逃げはすでに逃亡ということでやっていきたいと思います。はい。ということでですね、まあ、あの俳優の伊藤健太郎さんが、ひ、えー、き逃げの疑いで逮捕されたというふうに報道されています。で、えっと、この事故、事件に対して、えー、ツイッターなどで、えー、池袋のね、事故と比較しておかしいと。 なんで伊藤健太郎は逮捕されたんだというふうに言ってる人が結構いたんですけれどもなぜね伊藤健太郎さんは逮捕されているのに池袋の、えー、事故の加害者は逮捕されないんだというところ以前にね、えー、とこういった動画を上げていてこちらでも説明してるんですけれどもこれですね、えー、逮捕される人逮捕されない人の差上級国民が逮捕されない理由とはということで説明してるんですけれどもこれに関してねまたあの 軽く説明した上で今回の逮捕がなんで逮捕されて上級国民と言われている池袋の暴走事故の加害者が逮捕されないのかっていうところを話していきたいと思います。詳しいことを知りたい方はね、この以前の動画を見ていただければと思います。はい。で、まああの、このね、動画の中でも説明してたんですけれども、犯罪の疑いがあるからといって必ずしも逮捕されるわけではないんですね。で、逮捕されない理由っていうのがあって、その理由っていうのが主にここなんですね。 証拠隠滅の恐れがない。逃亡の恐れがない。証拠を隠してしまわない。逃げてしまわない。いなくなったら困るわけですよね。で、証拠も消されたら困るわけですよ。で、身元がしっかりしている。高齢であったり、障害や重い持病が、これ重い、違いますね。<laughs> 持病がある。示談が済んでいる。なんていうのが逮捕されない理由になるんですよね。 で、まあ、そもそもなんですけど、伊藤健太郎さんの場合、最初の、えー、読み上げた通り、えー、伊藤健太郎さんは、ひき逃げの疑いなんです。ひき逃げって、引いた後にその場を離れてる。要は逃げてるんですよね。すでに逃げてるので、逃亡の恐れがあると判断された可能性が極めて高いわけですね。この伊藤健太郎さんの場合は。逃げているので、その場で適切な処置をせずに逃げている。で、この事件、えっ、ー、と、あ、事故ですね。事故に関しては、えー、s k が報道したところによると、 人気俳優の伊藤健太郎容疑者が28日、東京都内で自動乗用車の運転中にオートバイと衝突して、2人がけがをする事故を起こした後、現場から立ち去っていたことが分かり、警視庁が引き逃げなどの疑いで逮捕さしましたと。これ、引き逃げで逮捕されてるんですね。別に事故を起こしたから逮捕したわけではなくて、事,件あ事故を起こした後に逃げてるから逮捕されてるんです。これね。 ツイッターなどではね、俳優だし顔も割れてるから逃げないと言っている人もいるんですけれども、そもそもの前提条件として、引き逃げなので一度逃げてるんですね。逃げてるんですよ。逃げてしまっているので、また逃げる可能性があると判断されますよね、これね。一回逃げた人がまた逃げる可能性があるって判断されるのは、すごく普通の話だと思うんですけれども。で、池袋のね、暴走事故では何で、なんで逮捕されるのかっていうと、元官僚に身元がしっかりしている点。 まあまあ、上級国民と言われるゆえなんですけども、まあ、上級国民って要は身元しっかりしてるんですよねどこの誰だか分かってるわけですよねで加害者が高齢であり逮捕されての取り調べに耐えられないと判断されているさらに車の責任にはしてるんですけども引いたこと自体は認めてるんですよねそこで事故を起こしたこと自体は認めているで逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないというふうに判断されたと考えられるわけですこの池袋の事件ね この逮捕されてないのおかしいっていうところっていうのはある程度わかる部分ではあるんですけれどもまああのこういう判断が警察はしているという話ですねで伊藤健太郎さんの場合はさっきも説明した通りなんですけれども俳優である身元はしっかりしてるんですよねまあ,あの池袋のね加害者と一緒で身元はしっかりしてるでも逃げてるんですよ一回さっきも言った通り逃げてるから逃亡や証拠隠滅のおそれがあるというふうに判断される可能性が高いんですよね で若いですよね、伊藤健太郎さんって。えー、この人何歳かな伊藤健太郎さん何歳ですかね。まあ、写真とか見た感じ、若いと思うんですけれども、まあ、20代、30代ぐらい、23歳ですね、若いですね。23歳なので若いです。はい。で、若くて元気であるという。まあ、23歳なので全然元気ですよね。特に持病がなければね。なので、逮捕されても十分耐えれると。 いいう,ふうにたささされれる可能性が高いので伊藤健太郎さん逮捕されたと、まあ、そもそも逃げた時点で多分逮捕されると思うんですけれども、うん、で、えー、ケースバイケースで、えー、所管の警察や、えー、検察などによって判断も変わるだろうし池袋の事故は社会的に大きな事件なので逮捕されるのはおかしいという意見も分かるんですけれども状況が違いすぎるんですよね今回ね一概に比較してあのー、伊藤健太郎さん逮捕がおかしいというふうには僕はならないと思うんですよね 少なくとも、池袋の事件は逮捕されないのがおかしいというところに疑念を感じていたとしても、冤罪であれば話は変わってくるかもしれないけれども、伊藤健太郎さんの逮捕に関しては疑念を感じることはないと僕は思うんですね。なんでかってさっきも言った通り逃げてるんですよ。ひき逃げの疑いなんです。これもちろんね、冤罪。これはもう全然伊藤健太郎さん関係なかったと。この人が跳ねたんじゃなくて別の人が跳ねたんだっていうんだったら話は別ですよ。話は別なんですけれども、 伊藤健太郎さんは現在の時点で、えー、事故を起こした後に逃げた疑いで逮捕されてるんです。逃げてるから逮捕されてるんですよね。これ別に逃げずにその場にとどまって救急車呼んだりとかね、そういうことをしてたら逮捕されてないはずなんですよ。うん、まあ、あの酒飲んでたりとかそういうのがあったら別ですよ。何かね、あのあれば別ですけれども、普通に人を事故で離ねただけでは一般的には逮捕されないんですよね。うん。 というところもあるので、まあ,あ、これ、比較すること自体がちょっと変なんじゃないのとは思うんですけども、ちょっと、あの、ツイッターでね、かなり、そういうことを書かれてる方が大勢おられたので、まあ、ちょっと、それは違うよねっていう、おかしいよねっていう話をね、えー、させていただきたいと思ってね、こういう動画を撮らせていただきました。はい。なので、えー、まあ、あの、重ね重ねになりますけれども、えー、伊藤健太郎さんが逮捕されたのは、事故を起こしたからではなくて、 事故を起こした後に逃げたからなのであって、池袋の事件と比較するのはちょっと違うと。伊藤健太郎さんは、まあ、あの、俳優であってね、まあ、ね、あの、まあ、身元はしっかりしてる。俳優だしか思われてるから逃げないよっていうのも、意見もわかるんですけども、事実として、一回逃げてるんですよね。一回逃げちゃってる。まあ、あの、これが、さっきほどからも言っている通り、冤罪等であって、伊藤健太郎さんは関係なかった,っ,てった話は別ですけれども、まあ、現在の時点では、まあ、あの、引き逃げを起こして逃げた人、 なんですね。引き逃げって逃げないと引き逃げにならないですからね。逃げたからこそ逮捕されてるんです。っていうところはね、しっかりと、えー、理解した上で、その池袋の、えー、加害者の人と、この伊藤健太郎さんが、えー、一緒ではないですよねっていう。同じ事故だみたいなことを言ってる人もいるんですけれども、うーん。それは違いますよねっていう。だから逃げなきゃよかったんですよ。まあ、ああのー、 ね、芸能界の方結構あの、なんかやった後に逃げてあのー、っていうこともありますけれども、うん、ね、本当に、ね、あの逃げちゃダメですよっていう話なんです事故を起こした後逃げずに、ちゃんと救護をして、救急車を呼んで、そういうことをね、ちゃんとやらなきゃいけないんですよねっていう話です。はい。 これはね、あの、道路交通法でも決まってる話ですので、えー、皆さんね、えー、事故を起こした後、慌てて逃げるということのないようにね、えー、気をつけてください。えー、以上です、えー。よろしければね、チャンネル登録していってください。フリーレイトのいつか笑って過ごせるひまででした。